はい、バザリです。今日は、ピアゴ穂積店、開店35周年記念祭に、来ました。今日はここで、カーザイル初の、大食いイベントをやります。大食いするのは、モンテールさんの、シュークリームを、30分で何個食べれるかに、挑戦します。カーザイル、初の大食いイベントなので、すごい楽しみです。それでは、大食いイベント頑張ります。勇者3名およびこれは魔王って言っちゃいけないですね。4人の勇者が集まりました。さあどれだけ食べれるか。はい、おかわりいっぱいありますんでね。で、3人の方、無理しないでください。はい、3人の合計で勝てればいいと思っておりますのでね。はい、早食いじゃないです、大食いですからね。30分一本勝負。それではスタートさせていただきます。レディーゴー。いただきます。あ、黙々と食べたらね。カワガイルさん、カワガイルさん、飛ばしてます、飛ばしてます。いいですよ、いい順ペース、順調です。そう、いいんですよ、いいんですよ。大食いですからね、味わって食べてください。はい、モンテールさんの美味しいシュークリームでございます。ちなみに、モンテールさんの方がですね、記念日を作っておりまして、こちらの日本記念日協会に登録されております。毎月19日はシュークリームの日だそうです。ジューキュリーム、まあ語呂合わせなんですけども、19日はシュークリームの日だそうです。はい、モンテールさんのシュークリーム、ピアゴ穂積店でもね取り扱っておりますのでね、ぜひともお帰りの際にお買い求めいただきたいと思います。なんていうかって、この美味しそうに食べている姿を見ていただければわかると思いますけれども、はい、モンテールさんのシュークリームとても美味しいですよね。はい、買い求めください。全然私数数えてないですけども、多分ワンバット35っていう数字だけでいいとは思っておりますけれども、こちらの方は、うん、順調ですね、順調です、順調です。3人で食べれば、はい、問題ございません。無理しないで、無理しないで、なんかちょっとクルクルしてるけど大丈夫ですね、無理しないで。うん、普通にもう無理ですって手挙げてもらって結構です。はい、あとどうしても大変な時は椅子の下にキラキラできるバケツがありますから、はい、こっそり退場していただければ結構でございます。はい、そう、感心してるより、声援を送ってあげてほしいかなと思いますので、はい、頑張れーって、川添さん以外を頑張れーって、はい、応援してあげてください。さあ、ちょっと邪魔ね、邪魔しようかな。どうですか？順調ですか？はい、おいしいですか？おいしいですか？まだ、全然まだまだいける。味のアクセントはこちらから手を伸ばしてもらえれば問題ございませんからね。はい、どんどん召し上がっていただきたいと思います。スピードが落ちてます。そうですね、ここにスピードが変わらない。なんか大食いの人って背中の何だっけ、僧帽筋ってやつですか、背中の筋肉が発達していて食べたものをすぐに熱に変えるそうです。なので今多分背中触るとすっごい熱いと思います。はい、食べたものを引き下げていくというパターンではなくって、すぐにこうカロリーを燃焼させて胃を空っぽにしていくっていう体質っていう話を私聞いたことがありますけれども、多分川大悟さんも今背中が中心に熱いんじゃないかなと思っております。はい、さあ疲れてきた。あ、でもあれ5つ目、3つ目です。いくつ目ですか？分かんない。いくつ目ですか？4つ。まだいける、まだいける。美味しいからもうどんどん手が出ちゃう。でもそうですね、
あ、3で35？ あ、20分ったでしょ。あ、違う4520、あ、15個か。3人で15個食べてますね。で、多分1人で15個以上食べてますね。すごいですね。これはよく食べる、そらそら印象もするわいなという感じですけども、いいですよ、はい、無理しないでね。あ、そう、よし、俺がバトンタッチするのっていう人も受け付けますからね、はい、最後までずっと食べ続けなさいとは言いません。多分そろそろ手が上がります。もうダメって言ってくると思うんで、バトンタッチ希望しますのでね、はい、どんどん召し上がっていただきますけれども、まだまだ数ありますから、はい、ご協力ください。さあ、どうでしょう、川谷さんのスピードが全く落ちていない。すごいですね、本当に。もう感心するとか、皆さん、口、あの時ありますよ。一個一個なんかシュークリームを入れてみてあげたい、そんな注文の仕方をしておりますけれども。素晴らしいですね、本当に。人知を超えたという言い方でいいんでしょうかね。目の前で、本当にパフォーマンスとはいえ、何でしょう、どんどん口の中に入っています。というか、あんまり噛んでないですよね。飲み込みますよね。それがコツなんでしょうかね。うん、もう天を仰いでますけれども。いいですよ。ギブアップって言わなくていいです。軽く手を挙げていただければ。あと、お連れの方はタオル投げてもらっても結構です。あ、これ以上食べたら大変だって判断した場合はタオル投げていただいて結構です。はい。今日の晩ご飯食べれなくなると大変ですからね。はい。せっかく の買い物に来たので、僕もうお腹いっぱいで晩ご飯もいらないってことになったら悲しいから、おっと呼んだ。聞け。大丈夫。さあ、大丈夫？行くよね。ちょっと。いや、人助けだよ。本当に。辛そうだよ。いいよ、ここにね。ここにね。一個でもいいんだよ。助けてあげて。うん。あ、そう来た。4人目のチャレンジャー、立ち食いで始まっちゃった。いいですよ。あ、この辺。うん。あ、そう。あ、しゃがんで食べる。そう。まもなく、もう30個目を食べている。35個でしたよね。ワンバット35個でしたよね。10分経ってません。10分経ってないのに31ですね。とんでもないですね。さあ、チャレンジャーの3人の皆さん、人生でこんな辛い経験をしたことはないと思います。はい。あ、でも、いけそうですよね。まだ、だんだん食べてますね。さすがですね。あと、どうですか？小腹の空いてる方。うん。あ、痛い。応援してあげてください、応援を。じゃあですね、失礼しますって、うん、一個取って、はい、じゃあここで協力してくれる。え、一個で悩んでる。あ、二個だよ、ダメ。継続にしまうからね。さあ、したいと思いませんか、皆さん。もう一人ぐらい。いい。一個協力しない。一個協力。一個と言わず二個とかなるけど。あ、35個、体投げちゃった。あ、次。
20個です。すごいです。拍手でお願いします。拍手をお願いします。これ20個です。おっと一口もらった。一口と言わずに1個食べてほしいんだけどね。さあ、川添さん35個クリア。そのマットが20個なので全部食べれると55個。初めての YouTube の動画からプラス5個増えることになります。共同作業なんだね。うん、いやいや、その1個辛そうなのはやめて。さあ、え、あ、ごめん、あの、距離を動ける。あの、食べる、こっち側へ。食べるならこっち側へ。すいません。さあ、これは、席変わる?バトンタッチ?バトンタッチしましょうか。はい。構いません。あの、どんどんチャレンジしてってください。はい、川添さんを撃破できる勇者の皆さんとして YouTube にアップされるとかっこいいじゃないですか。はい、打ち負かしましょうよ。って言ってもまだ35個のシュークリームに減ってないんですけどね。川添さんいいですか、エクレアに手出さなくて。エクレアも美味しそうですよ。ありがとうございます。エクレアいきます。いいですよ、味のアクセントだけで。はい。そこが食べやすいかもしれない、もしかしたら。さあ、チョコレートというハンデを持っていただいたようなしてやったような気はするんですけども、これでも食べるペースが変わらない。すごいぞ、川添さん。さあ、どんどんなくなっていっております。さあ、1回目のチャレンジャーのお兄さんが、もう俺関係ないとよく分かる。お姉さんを取り出してしまった。すごいぞ。あの、お父さんいなかったっけ。お父さんじゃなくて、いなかったっけ。一緒に行きたい人いなかったんですか。いなかったですか。大丈夫。大丈夫。一番心配なんだけど。でもね、あの、え、なら、いいよ、それを食べ終わって、キラッ。ちょっと、チャレンジして、1、2個手伝って、なら、ギブアップ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、好きなだけ食べて。さあ、なんだろう、家族の食卓みたいになってる。今日の日はシュークリームなんみたいな。ただ黙々と食べてるのは体がいいな。まだ全然余裕。スピード落ちてないですもんね。一応ね、カスタードとホイップのダブルシューなんですけどね、すごいですね。さあ、チャレンジャーが普通に味わい出し始めましたね。なんかまだ、私ならもうちょっとパクパクいけまーすっていう方、いそうな気が。うん、今プリミター、はい、逃げた。どうか、1、2個、ご協力、1、2個と言わずと、5、6個、いかがですか。あの、ご指名していただいて、はい、助けを渡してください。行こうか。うん、5、6個、できれば7、8個。お、そうですね、
かね、基本ボロッと食べるタイミングないですもんね。そうですね、やってみましょうってことで。おや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 、おお、うん、そうよ、あの皮薄めの柔らかめだから美味しくできてるので、あんまり潰さず潰さず、うん、ゆあの早食いじゃないですからね、大食いですから味わって食べていただければ結構です。まだまだ15分ぐらいありますからね。はい、あとここにネットティッシュありますからね、使ってください。はいはい、うん、うまい、ありがとうございます。はい、モンテールさんのシュークリームとエクレアでございます。クリームがこんなにいっぱい入っているシュークリームを食べたのがあるんで、それがモンテールさんのシュークリームなんですよ。はい、いつもあの家庭の冷蔵庫の中に一つはご用意していただけると、はい、午後のひとときにモンテールさんのシュークリームをお召し上がりくださいって言ってる間に、あと20個でしたよ。もう10個。あと10個。で、55個。おう。さあ、そしてこちらの一般の勇者の皆さん。なんとか35個のシュークリームがなくなりそうですよという感じですけれども。はい。うん。無理しないでね。ゆっくりでいいですよ、ゆっくりでいいですよ。というか、どん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 胃の中に、口の中に入っていく。おっと、一口でパチッといっちゃいました。合わないのでさ。お、ここで初めて水を飲む。あ、飲むないか。あ、でも違うな。初めてだな。そんなに飲んでないし。すごいな。やっぱ、ちょっと邪魔しようかな。水分はあんまり取らない方がいい。そう、あんまり、まあ、飲みかけやすいんで、あんまり水分が取らない。あ、それが、要するに、大食いの秘訣ってことですか。まあ、食材によっては水分取りたいとか。食事は、どちらかというと食べやすい。どちらかというと食べやすい。じゃあ、どんどん召し上がっていただきたいと思います。口をきれいにふきふき川大輝さん余裕の表情ですね。もう勝ったも同然ですね。はい、余裕のウィニングランの準備をもう10分前にしているところでございます。さあ、改めてシュークリームが8個出てきました。あ、無理しなくていいからね。さあ、あとね、変わるときね、誰か指さしてこの人とバトンタッチ。はい、バトンタッチ、ありがとうございました。あれ、1個はいけたのかい。それが1個。あ、3個いった、すっごい。3個いったお姉ちゃんに拍手してください。ありがとうございます。うん、でもそれを食べきってね。
からいますけど大丈夫ですか。いいんですよ、弱音を吐いてもいいんですよ今日は。どうぞどうぞ、あの何か指さしていただいていいんですよ、あのちょっと変わってる変わってもいいんですよ、はい。いいですか、あのシュークリームチャレンジご協力いただける方、我こそはっていう方志願していただいて結構ですよ、はい。今からちょっとスピードが落ちてきてるような気もするので、ここは追いかけましょう。食べれそうな方、はい。いいですよ、はい、さあさあさあ、はい、いいですよ、一度変わります、はい、行っちゃってください。さあチャレンジャーが、お、行った行った行った、皮がいるふうに食べたけども飲み込めてない。ちなみに十何個行きましたよね、行ってない。はい無理に聞きません、あの、初めからずっと頑張っていただいたお兄さんに拍手をお願いします、ありがとうございます。この後お昼ご飯ちゃんと食べてくださいね。さあさあ、追加20個も残り3個というか、いつまでか普段 YouTube の 初代の記録50個をもういつまでか、ごめんなさい、知らないうちに超えておりました。さあ今日のもYouTube にアップされるので、記録更新の決定的映像がアップされるとは思いますけれども、35個プラス20個、55個。あ、これ、あ、そうか、エクレア1個食べてますもんね。そうですよね。まだ10個控えて、時間もまだあと10分もある。1分1個ってことないですもんね。お、いった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 。そりゃそうだけども、エクレア食べてほしいな。さあなんか静かなおやつタイムだな。ちょっと盛り上がっていきましょう。どんどんいきましょう。じゃあ、3人と言わずそこの3人大丈夫、大丈夫、大丈夫、問題ない、問題ない、問題ない、ただおやつ食べに来るだけでいいんだ、はい、今から怒涛のまくりをしてほしいから大丈夫、あ、カブが、うん、大丈夫、大丈夫、そこ、うん、そこがね、大人と子供の境界線だと思うんで、あ、ごめんごめんごめん、はい、立ち食いでいい、ごめんね、エクレアでいい、シュークリームでいい、はい、あ、シュークリーム、あ、シュークリームはね、シュークリームはね、多分ね、バーベルさん食べるからね、うん、食べて、まあ、まあ、ハンド落ちとし、はい、うん、ハンド、はいはい、美味しいでしょ、ね、ただだもんね。でもいくつでも食べていいんだよ。言ってる間に川崎さん、ラスト1個エクレア入れて今55個、それ食べて56個完食。エクレアが欲しそうな目をしている。シュークリームね、はい、さあ10個追加されました。シュークリームでございます。食べて55+1、え、でも66個、本当はね、ピアゴさんの35周年で35個でよかったんですけどね。さあ倍食べるかな、もしかして、まあ未来の動画を、はい、ピアゴ小泉店さんが続くように70いっちゃうのかな、まあ怖いところですけども、まあ、ご無理なかなと。いい、大丈夫、大丈夫、優雅に食べてるけど大丈夫、いい、まあ、満足、満足、満足、そうですよね。
どう？それ1個目？あ、まだ1個目？もう1個いける？ありがとう。で、あの、男の子どこ行った？あれ？さっき、あれ？どこ行っちゃった？お友達協力して笑ってるし、いいね。さあ、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。まだ、どうですか？いいですよ。チャレンジしていただいて結構ですよ。もう、あの、負けを認める気はないんですけども、多分、今から援軍が来ても太刀打ちできない気はしますが、さあ、私エクレア大好物です。あ、いたあ、でも、あ、そうなのか、もうそうか、10個目の10個のバットに手を出してるんですね。ほうほうほう、まだ、まだいける、まだいける、いけてしまう、止まらない、すごい、こんな健康な体が生んでくれて、お父さんお母さんありがとうみたいな状態ですね。あ、すぐアップというか、お疲れ様でした。え、あ、え、軽くウォーキングしてまた戻ってくるとかということではなく今、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。考えるとこれで8人ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、9人か、9名ぐらいの方に、8人かな、入れ替わり立ち替わり食べていただいてますけれども、全くカーガイルさんに太刀打ちができてない状況ですね。その箱35ですね、35でしたもんね。で、とりあえずこれ45ですもんね。で、こっちが35、20、さらに10と1、すごいですね。いやー、もう声が出ません。感心するばかりでございます。このまま食べ続けるのかな、食べ続けるんですけれども、大丈夫ちょっと青っぽくなってきてるけど大丈夫、大丈夫。ああ、いいんだよいつでもいいんだよ弱音吐いていいからね、吐く前に弱音吐いてほしいからね。もう一個、あ、こっち行く。お、さすが、かっこいい。そうだね、友達の分も食べたとして3個は最初食べないからな。うん、でも多分こんだけ食べても太らないこれ多分、うん、すごいあれかな、カロリー消費が上手なのかな。部活やってます？何部ですか？陸上部ね。なら明日長距離とか何も食べずに走るんだって、こんだけ食べれるのさあ、どん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 行ってる。あ、早いなやっぱり、こんだけ食べるって、あの、なんか見る目が人を見る目じゃない状態になったらもうちょっと応援してあげてくださいもう本当に 何かを見る目で見てるって、もう、あ、お疲れ様でした、ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。拍手してください。さあ、どうぞお書きいただいて結構です。立ち食いも何ですから。はい。で、いる？いる？あと10分切ってますけども、ここでまくるぞ、私まくるぞっていう方、お見えでしたら、言えませんか？大丈夫ですか？そうですか。あと3分です。あと3分。あと3分。あと3分。まくって、まくって。誰かまくって。
いない、いない。あと3分。3分間、食べ放題。食べ放題。うん、食べますよ、食べますよ。食べますよ、食べますよ、食べますよ。はい。食べ物は大事にしましょう。じゃあ、分かった。このペースだと多分3分だから、4人の人、1個ずつ。はい。無料試食の状態で、行くのかすごいな。行くのかね、そっちの方がなんか。うん、行くのかすごいな、すごいな、うん、君は初めてだなはい、はい、モテる、はい、はい、でこれ45個あ、中華したんだっけ、シュークリーム何個か、え、これ、あ、これ20個あったの、すごいですね、55個を完食しましたね、チャレンジャーの皆さん、あ、完食してね。うん、お残しは許しまへんねってやつですからね。はい。ということで、あと3分を切りましたかね。よいしょ。どうも。あ、あと1分だ。あと1分。あと1分で、まあ、いけちゃうかな。さあ、カウントダウンが始まりそうでございますが、早食いではないです。大食いなので、もうそれだけでもう満足でございます。見てるだけでお腹いっぱいですけれども。お疲れ様でした。ありがとうございました。うん、友情に傷をつけたつもりはないから。ありがとうございました。大丈夫？あの、目がキラキラしてるけど大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ、 最後戦っていただいたお兄さんにも拍手をお願いいたします。さあ、残り20秒カウントダウンお願いします。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、12、9、8、7、6、5、4、3、2、1、OK です。終了。すごい。びっくりした。私30分持たないと思ってましたけども、30分間食べ続けました。その記録が35+20+10+1ですね。これ65、66ですね。そうですね。64個のシュークリームと1個のエクレア、合計65個。記録更新です。ありがとうございます。いかがでしたか？まだいけそうだったりするんですか？時間があれば。じゃあ最後ですね、皆様の拍手のもと、ウィニングラン、最後の1個ありますんで、ウィニングランをしていただきたいと思います。記録は65個ということで、1個はお残しが許しまへんでということで、ウィニングランを皆様の前で美味しそうに召し上がってください。それでは、拍手お願いします。そうですもんねすごいですよね。早食いの人って結構食べ方があまり好ましくない食べ方される方いますけども、大食いの方って基本的に食べ方綺麗なんで、もう見ててすっきりしますよね。すごいですね。ではい、完食です。ありがとうございます。あと1個いい立っていただいて横向いてもらっていい？すごい。違う。うん、硬い。はい、触りたいですか？違う。いいんですけど、すごいですね。すごい、なんていうの、ここじゃないですよ。ここが張ってるんですよ。うん。すごい。はぁー。
感心しました。ごめんなさい、私が感動してどうするんだっていう話もありますけども、はい、では、64個のシュークリーム足すエクレア1で、65個完食、川田恵美さんにもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。大喜利パフォーマー川田恵美さんの、シュークリーム何個食べれるかなシュークリームチャレンジでした。ありがとうございました。